こんな指令のお考えは読めん。 奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。 巨人と化した彼は全問付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。 反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。 それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。 どうかここで死んでくれ。 これよりトロストク奪還作戦を開始する。 僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。 壁際におびき寄せて討伐するんだ。 僕が死ぬわけにはいかない。 壁際におびき寄せれば敵を固定砲で巨人を攻撃できる。 攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよう。 巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。 巨人が進んだ分だけ 人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時は人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての 大きな進撃になる。拠点はここだ。救援要請だ。急いで立ててくれ。 巨人が助けてくれ。
急いで前線に向かいましょう。
程度巨人の数は減らせたかな。エレン、あとは頼んだよ。あの縁談、何が起こっているんだ。何やってんだ。まさか立体起動装置が故障してんのか。やばそうだね。間に合うかな。今助けるぞ。どうする。なかなかやるじゃないか。終わりだ。なんとか立体起動ができる。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする。アルミ、それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。お待ちした。悪い、手を貸してくれ。
何もできなかったあの時とは違う。倒した片付け。よっ。次だ。すぐ今までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て、エレン、ミカサ、一体何が。まずい、誰か。無理だ。
からは君たちを援護するよ。拠点はどこだ。巨人が、くそ、群がってくる連中を倒すぞ。急いで立ててくれ。今何をしているんだエレン。ミカサ、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。その巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した。このままじゃ全滅する。討伐した。周りの巨人は何度か一通り討伐できた。ここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。行こう。後方の巨人をやれ。三度と俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて
本気なの？なら教えてくれ！人間性を保ったまま、人を知らせずに、どうやって巨人に勝つ？だ、そんな方法を、私が知ってるわけない。なら俺たちは、人間兵器がないから、命を投げ打って、けなげに尽くすしかない。うまくやってくれたようだ。あとは僕が。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ私はいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。